はい、どうも、さっくんです。今回はこちらの加藤から新しく出ましたサウンドカード、この2点をご紹介したいと思います。で、これ少し前にまた出てたやつなんですけども、これもちょっと合わせて3枚買いました。ちょっとね、最近このサウンドカードのお値段が かなり高騰してきておりまして、最初の方のやつはだいたい2000なんぼで、2300円、400円ぐらいでは買えてたんですけど、だんだんこのように2800円、まあこれ20%引きの2800円ぐらい。で、先日出ましたもの、なんと3000円超えて、通り越して3696円。で、しかも、これメーカー希望小売価格で10%込みにした場合、4620。すごいなぁ。これめちゃくちゃ高なりましたね。えぐ。こんな高なるとは。いやー、本当にもうちょっとね、お手頃にできるもんやと、どんどん紹介していってたんですけども、ちょっと今回4枚新しいのが出て、で、そのうちの2枚がそこまで、前の形式のやつと音変わらないかなということで、ちょっと今回この2点だけにさせていただきました。もうちょっとね、安かったら、これ以外の、あと2枚もね、買ってきたいとこだったんですけど、やめました。さすがに高すぎました。で、これは、ついでになんか新しく出てたんで、また、これね、なんて言えばいいですかね、前の、あれですよ、客車の、サウンド、客車に乗ってるところのサウンドと合わせて、これ寝台特急なんですね。これも最後に見ていきたいと思います。ではですよ、まずこのね、新しく出た2つ見ていきましょう。はい、こちらでございます。1警笛、2連結、3制動、4が ATS、5が加速中や減速中に押すと、蛇行で、6がエンジン停止と始動。さしみよう。よし、いきます。あ、なんか新しめの音ですよね。で、警笛。連結。で、切り離し。制動。いい音。いいです。エンジン停止はまあ最後にしましょう。これを変えれるんで、こう、1と2を長押しして、おお、ミュージックホーン、こんなやつ、7つ星の、電子ホーンと、今のがこの7つ星のミュージックホーン。これね。そういうことか。ほうほうほう。船、これ、てっきりね、JR 貨物のやつかなと思ったら、7つ星のも兼用できるんや、これ。面白い。かっこいいから、これにしよう。よし。そしたら、起動していきましょう。で、起動するのに際して、ちょっと動力が今ないので、この画面の下の方に、今、整備中の HO ゲージのアーバンライナーに一応動力源になってもらいます。それでは行きましょう。
停止していきます。素晴らしい。ということで、まあ DF200 あんまりなんていうんですかね、身近ではないのでまあ機械音が大体メインですので、まあこんな感じだと思います。では続きましてね、僕もちょっと楽しみにしていた205系のサウンドカード、これをやってみたいと思います。これのプログラム、さっきも書いてたんですけども、このカード差し込むことで、これすべて、記録されます。もう何ですかね、カーナビでいう、情報更新、自動更新みたいな感じになっております。カーナビでイメージできへんな。もうカーナビとかもね、こんな感じで、まあ、新しいものを差し込んだりとか、入力することで保存されていくんですけど、まあそれと同じような感じです。じゃあ205系起動しましょう。おお、MG が回り出して、でドア開けましょうか。これね、警笛と駅チャイムってあるんですよ、一番。これがなんか気になるな。おお、多分ね、変更することで。おお、両方ホイッスル。これ、あれやん。インドネシア。マジで。インドネシアや。うわ。書いてるわ。駅チャイム、ウェストミンスターの鐘。これめっちゃいいやん。いや、もうね、さっきの高いっていうのを訂正します。これありですね。全然、定価の4000円でも買います、これ。やば。これめっちゃいいやん。これ家で聞けるん。嘘。皆さんこれイメージしてください。インドネシアにいます、僕たちは。やばい。このカードめっちゃ価値ある。もうこれでいい。すごい。でブザーって、おお、これはいつものやつですね。わあ、すごい。
ゃいいよ。ちゃんと遮断機も。すごい。遮断機の音もちゃんと聞こえました。おお。このね、高速駅の遮断機の音はなかなかリアルですね。もうこれめっちゃ好き、いつも好きなんですよ、この音。で、再加速ですね。まあ、だいたいこれだと7、80ぐらいまで行ってます。で、ちょっと減速していきましょう。キーっていうことは、空気制度で止まってるですね。どの辺で回線が切れるかですね。まあ、これで40か50ぐらいに落としてる。お、ATC や。ATC。やば。これはまあまあ、東京口ですね。東京口の205とかの時にこの ATC を押そう。今は僕らはインドネシアにいますので、やっぱこれですね。これ。うわぁ。これですね。で、入線の時にお客さんがちょっと飛び出してきて危ないとですね。インドネシア感出てましたね。すげえ。これすごいな、今回の。いや、ただ205って書いてるだけじゃなかったな。もう、なんかね、なんかいろいろからくりがあります、今回のやつは。すごい。DF200 も、ただ DF200 って書いてるけども、その中に、なんと九州のね、観光列車七つ星の、サウンドまで入ってるの。で、こっちに関しては 205K、 ただの 205K じゃなくて、インドネシアにね、譲渡された 205K を再現するために駅のミュージックが流れと。最高っすね。で、かつ、4番がこれ ATC ですので、まあ、これで、東京の、山手線とかね、あとは、どこや。で、この ATC こう押すことで、山手線の ATC にできると。うわ、すげえ。もう完全に僕、浜線から遠のいたな、このサウンドカード。すげえな。一回、もう一度、東京口のイメージでやってみましょうか。で、関東は、JR 東は、ブザーなりませんので、このまま行きましょう。詰まってきたということで落としましょう。
ちょっと ATC の変化が激しいということで。まあ大体、あれですね、品川とか、田町あたりでしょうかね。ですね、こういう感じで。なんかこれぐらいのちょっとした加速をしてまた戻るみたいなですね。でもう駅入線なので停車すると。でお客さん飛び出してきましたと。あ、めっちゃなんか山手線でやった今の。うわぁ、もうイメージです本当に。これはいいなぁ、やばい。いや、それ相応のね、価値ありましたということで、最後にこちら交換していきます。寝台特急というサウンドカードでございます。こちらが1警笛、2がドアとすれ違い、3番が制動とトンネルの音で、4番発車ベルと踏切で、5番鉄橋、6番が車内メロディーということで指していきましょう。はい、おー、あー、おそらく連結から入るんですねこれ。あー、始まりが連結からっていう。おー、で、この内容ですね、内容をすべて説明書を見ていきます。1番ボタンを押すと警笛が鳴るんですけども、3種類から選べると。これ何があるやろ、一応3種類。ああ、これ電車ですね。電車の、まあ、寝台特急やから、電車の寝台特急もありますもんね。これはまあ、パー1とか、ですかね。この辺なんか、ディーゼルのやつっぽいですね。これにしときましょうか。これドア、これで閉めるんですね。開けます。おお、うっ、で寝台特急だったら、運転手さんと車掌さんがね、列車っていうか列車内無線みたいなの持ってて、まあ例えば1列車だったら1列車運転手さんどうぞ、運転士ですどうぞって、自列車発車って言います。そしたら機関車の方から警笛が、長いやつがピーッとこういう感じで、はい、でスタートですね。あ、これあれですね、コントローラー同調になってますね。コントローラー同調やから。つなぎ目の音、なかなかいい。すれ違い。
あーなるほど。まあ、なんか EF65 とかパイチの汽笛が鳴ってすれ違うと。雰囲気。おお。でまあ順調に走り出したということで車内メロディを流しましょう。あ、定番。ああ懐かしい。いやこのメロディーをね聴いたの日本海とかね、あと何やろ、あなんか去年だったらあの、あこれですね、京都鉄道博物館のあのスチーム号が12系で運転された時ですかね、あの時に聴きましたね久々に。わあめっちゃ味がある。これぐらいですよね。でトンネル、これです。おおほほほ、臨場感がある。で撤去で一回押したら撤去のままで、一回押したら終わる。もう一回、うおすごい。ね、もう一回押すとこのアルプスの牧場っていうのが流れます。でもう一回押したらハイケンスのセレナーデが流れますということで、これでまた戻るということです。どこがいいやろ、なんか日本海ぐらいしかイメージできないんですけど、大体の客車列車ですね、このメロディといえば。でも鶴が到着なんで、鶴がやねみたいな。まあ、コントロラ同調なんで、まあ、ここで、速度この辺キープしといて、まあ、動力を動かしといて、まあ、今ここで音のスピードの調整みたいな感じをやっております。はい、で到着ですね。ほい、という感じですね。これどこのやつやろ、発車ベルが鳴ります。まあ僕のイメージはなんかジリリやと思うんですけど、まあ時代がちょっと違うかもな。はい、ということでちょっと一通りやらせていただきました。いやーこれ今回のやつめっちゃいいですよ。これやば、この205とね DF200 当たり、めちゃくちゃ当たり。これこの2つもしこのサウンドボックスを持ってる方は絶対買った方がいいと思います。これやばい、これ最高、やばすぎる。いや、もう全然定価で買ってもよかったぐらい。もうごめんなさい、加藤さん。本当に。やべえ。これなんて言えばいいやろ。もう感動としか言えないです。もう本当におすすめです、今回出たやつ。良すぎる。こっちはもう七つ星やし、こっちはもういきなり、インドネシアでおる気分になれますので。わー、すごい。これ、マジでやばいですよ。もう以前紹介した
前回のねサウンドカードもより良くなってますので、これぜひ皆さん買いそびれないようにしてくださいね。はい、ということで今回はもう加藤の、サウンドボックスで使えますサウンドカード、また新しいもの、2種類と、あとまあちょっと前回出たもの3枚今回ご紹介いたしました。もうめっちゃおすすめなので、この2枚は絶対買ってください皆さん。はい、ということで、今回の動画は終了です。もしよろしければ、チャンネル登録高評価の方もお願いいたします。またツイッターブログもやっておりますので、ぜひ、旧ツイッター X なども、チェックしてみてください。メンバーシップ内も募集中です。それでは。